2020年度の売上工学部品、工学機器測定器、計測システム、交通管理システム防衛イエナオプティックは、ドイツ駐輪原リイエナに本社を置く世界有数の工学機器メーカーで、ある。ドイツ語名ジェナプティックのカタカナ表記はイエノプティック、もしくはイエノプティックが原音に近い。イエノプティック、イエンオプティック、また英語読みのジェノプティック、 ジェームオプティックの表記もインターネットでは見られる。ただ、日本法人の登記上の名称は、イエナオプティックである。イエナオプティックは2019年度より4事業に集約。ライトオプティックス、ライトプロダクション、ライトセーフティーと、機械部品事業のビンク売りンになる。世界中で展開しており、主な顧客は、半導体製造装置、自動車産業、 医療機器、セキュリティ、防衛産業、航空産業と多岐にわたる。本社のイエーナを含めドイツ国内に12拠点、海外では80カ国以上で活動している。その中には、アメリカ、フランス、英国、中国、スイスの製造拠点、オーストラリア、ブラジル、チェコ、インド、日本、マレーシア、メキシコ、オランダ、シンガポール、韓国の現地法人も含まれる。 全世界での従業員は2020年12月末時点で4472人。2020年度の売上は7億6720万ユーロになる。工学部品、工学機器の事業で全体の42%、自動車工場向け測定期、計測システムで全体の23%、交通管理システムの事業で全体の15%、 防衛事業で全体の20%を占める。1990年のドイツ統一以降、自由経済での淘汰が相次ぐ中、旧東ドイツに本社を置く企業としては、例外で、1996年にフランクフルト証券取引所にも上場する。現在はドイツ株価指数スタックス、テクダックスの構成企業メンバーでもある。ちなみにスタックス70名柄の中で、 旧東ドイツに本社を置く企業は、イエナオプティックのみ、テクダックス30名柄の中では、カールツァイスメディテックとイエナオプティックの2社のみで、残りは、旧西ドイツに本社もしくは主要拠点を置く企業である。統一後、約30年が過ぎようとする現在でも厳しい、東西格差の現実が垣間見える。2017年5月より、ドクター・ステファン・トレイガーが CEO に就任。 初の旧東ドイツ出身の CEO となる。旧東ドイツのイエーナに本社を置きながら、1991年の設立以来、ローター・スピース、アレクサンドル・フォン・ウィツレベン、ドクター・マイケル・マーティンと過去の CEO は、全員旧西ドイツ出身であった。ウェブサイトは、英語、ドイツ語のみであったが多言語化にも取り組む。2017年5月より中国語、9月より日本語、 2018年1月より、韓国語での公開を開始する。イエナオプティック本社イエナオプティック本社。イエナイエナゴーシュウィッツイエナイエナ、ゴーシュウィッツイエナオプティックジャパン株式会社。ありがとうございます。